マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット中、一番気をつけたいのが夕食のメニュー。内容なんですよね。なぜかというと夕食が一番太りやすいから。ただいかがでしょうか。ついつい夕食食べてしまうなんてことないですか。そこでこの動画では美味しく食べて痩せる夕食のメニューがわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら綺麗に痩せたいなと思っていらっしゃるようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せるおすすめの夕食メニューについてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、痩せる夕食のポイントとは何でしょうか。2つ目、痩せる夕食のメニューについてお話ししていきます。では1つ目の項目です。痩せる夕食メニューのポイントとは何でしょうか。1つずつお話ししていきたいと思います。4つあります。まず1つ目、腸内環境が整う材料を使うからなんですね。ダイエット成功させたいと思っていらっしゃる方は、腸内環境が整う材料を使う必要があるわけですね。そうすることで腸内に住み着いている細菌たちが、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がね、こう増えていくわけです。そうすると痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。また後ほど具体的にお伝えしていきたいと思います。2つ目、体温上昇、これは何かと言いますと、体温が上がるものを食べましょうということです。ですからもし例えばいつもお腹が冷たいとか手足が冷えるという方はもうね、低体温になってらっしゃいます。そういった方はいくら頑張っても代謝が落ちてますから、なかなかこれね、痩せることができないんですよ。その時に体温を上げてくれるものを召し上がっていただきますと、体温が上がれば、例えばたった1度上がるだけで代謝が 12% もアップするというね、こういった効果を使うといいわけです。そして3つ目、ギャバですね。よくこうギャバ入りのチョコレートとか見かけませんが、こうストレス対策とかね、もうまさにそうなんです。ギャバが入っている食事をされますと、自律神経の副交感神経、まあ、簡単に言うとね、はーってこうリラックスできる神経の方が元気になってくれるわけですよね。その時に一番腸も動きますし、また夜召し上がることでリラックスするわけですから、睡眠の質がね、上がるんです。そうすると寝てる間に出る成長ホルモンがちゃんと作ることができる、イコール肥満防止になるというね、こういったいいサイクルを夕食メニューで事前に作っておきましょうということになります。では2つ目の項目です。今お伝えした条件を全てクリアできる夕食メニューがあるんです。それがこちら、キムチ鍋になります。もう急にね、寒くなってきてお鍋増えてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私もね、すごく鍋はもうその一つでね、いろんな食材が入ってバランスがよく栄養も取れますから、もうしょっちゅうねお鍋するんですが、やはり今回の痩せる条件を満たしたのはキムチ鍋になります。キムチ鍋はですね、そのもう発酵食品ですよね。すでに食べる前からもう一回発酵しているものっていうのはすごくね、腸に負担をかけない、イコール腸に優しい食材になります。ただここでね、キムチ鍋を作る時にキムチはね、あの化学調味料などが入っていない無添加のものを選んでくださいね。そこはポイントになります。そしてキムチを召し上がっていただくと代謝が上がりますね。やはりポカポカお体を温めてくれる効果がありますから、代謝も上がる。そして何よりも鍋にすることで良質のタンパク質と食物繊維、簡単に言いますと、お肉であったりお豆腐だったり、そういった良質のタンパク質プラス、もうたっぷりねお野菜を入れることで、やはり夕食はタンパク質 50%、 お野菜系の食物繊維が 50%、 この50-50でしっかりとですね、食べることが痩せることにつながります。でここでね、よくこう鍋の締めにこううどん入れたりとか、ご飯入れておじやとかね、そういったのはおすすめができません。その代わりしっかりとここでね、この2つを取ることで痩せ効果上がりますから、ぜひね、そういったおじやとか締めのうどんとかは別のお時間帯にこう回していただくっていうのがね、やっぱり一番おすすめの食べ方ってことになります。
そしてもう一つワンポイントアドバイスなんですが、痩せるためには先ほど項目1でお伝えした睡眠の質がとっても大切なんですね。なので夜睡眠を妨げるような食べ物を食べたり、スマートフォンをギリギリまで見たり、そういったこともカットされますと、ますます成長ホルモンが出てどんどん痩せ体質へと生まれ変わることができますよ。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、夕食にフォーカスを当てましょうです。そのために必要な条件をお伝えしましたね。そして一番簡単できるのはキムチ鍋ということで、痩せる条件をいっぱい詰めたこのキムチ鍋、ぜひ夕食に召し上がってみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。